これで始まりました基礎英文法講座ですねはい今回も重要なところですねまあさんざんねやりますよって宣言したやつですはいそうです同格ですねもうこれは何回もやったからいらないでしょうどう書くのってやつはもう何度もやったから必要ないです今日のダジャレはさあ文法的に間違っている箇所らどこでしょう John has experienced that he visited Japan which is located from his home country Brazil です、ね、これね英作文でめっちゃ間違えるんだよねだから出しましたさあどれですか ジョン・ハズ、はい・エクスピリエンスはい、でこういった経験を持ってますよ、エクスピリエンス e 不可算名詞で使うことも多いですから、大丈夫ですねまあ、基本、そっちの方が多いと思いますけど、ね、だから関心なくても全然大丈夫です。で、だ He visited Japan. ここです同格のザットって、ね、習ってる人、多いと思うんですよ、なんとかというっていう、ね、ので覚えてるんで、彼は日本に行ったという経験ってやっちゃうんですよ、だめです。 はい、同格の「THAT」って取れる名詞ってね限られてるんですよそこを忘れないでくださいだからこんな表現ありません、はい、じゃ答えは2番ですけど「分かりました」じゃあ「行った経験がある」だからこれどうですかってこれだったらほら、ね、ジョンは行った経験がある日本に はいででです言えません残念でしたそうでしたこの2つが非常に多いんです。experience.sv って書いたり experience.to do って書いてくる人がすごく多いですね。それは日本語を英語に置き換えてるだけだからですね。experience.to do も e x p e r i e n c e だらっていうのもないです。そんな表現ですね。ねだから英語はちゃんと英語のルールで覚えてくださいね。正しくするんだったら experience。まあ、in を省略することが多いんですけど。 こういう感じですね。experience in visiting Japan とか experience visiting Japan というふうに言うことができますね。John has e x p e r i e n c e visiting Japan というふうに言うのが正しいです。だからこの表現はきちんと覚えておいた方がいいですよ。で、which is located ですね。はい。で、日本を説明しますね。日本はこういう名詞ですから、カンマ which じゃないといけないよね。 ね、uh, どこどこにある。まあ、ロケイテッドって言ってもいいし、ロ c a t e d と言ってもいいですね。ファーフ r o ム、はい、遠いと。で、e c o カン t r y ですね。自分のカン t r y から遠いよ。で、自分のカン t r y ってどこって言って、かんマがあって、ブラジルっていうふうに具体的に説明してますね。だから、同格っていうと、この同格のザットをね、思い浮かべる人がすごく多いと思いますが、そうとは限らないですね。普通に、ホームカン n t r y でそれはブラジルですよっていうふうに、イコール関係で説明するやつとかっていうのも同格ですね。 だこれとこれが同じなんで同格の時には前も言いましたけど SVO とかっていうのの O とか C とか S とか書かないですね同じイコールだって思います His home country っていうのとイコールですねブラジルはそういうふうに言うわけですねだから誰々さんって出てきて、えー、こういう教授ですよとかってね入試問題見てればしょっちゅう出てきますよねそういうことでそういうふうに名詞をただ二つ並べるとかっていうのもありますねだから自分の祖国であるブラジルから離れたところに位置する日本に 行ったことがあるってことねそういう経験を持ってますよって言ってるわけですじゃあ同格のざっとってね取れるやつどんなのがあるんだって言ったらですねまあ、結構多くの人がですねニュースとかファクトですねまあ、これが一番有名かな思い浮かべる人が多いんですよ I heard the news that my boss quit his job これ聞きましたよ知らせを聞きましたよまあ、ニューズ深さ名詞ですね S があるのに深さんって厄介なやつですね でここが同格のザットと言われるやつでイコールになるんです。ボスが仕事をやめたですね。これ過去形ですよ。こういってね。 S, S ついてでここにはだからさっきも言ったけどイコールで別に SVOC とか SVOO とかそういうのは書かないです、はい。これとこれがニュースの具体的な内容がこれですよってことです。でこれも The fact that my boss quit does not mean I will be promoted。なんかちょっと悲しい。ボスがやめたという事実ですね。上司が辞めましたという事実、はい。これイコールになってます。 うわ not mean. これを意味してませんよ。はい、何を意味してないのつっ,ったら私が昇進。<laughs> するってね、昇進されるってことですから、プロが前ですね、モートが進むだから前に進むってことで。私が昇進させられる。ね、だから私が昇進するってことですね、日本語では。ね、私が昇進するっていうことではないですよ。まあ、ミの後ろだと省略されてますね。ミンダ、アボイ、ピプ、モーレ。そう、だから、上司が辞めたからといって、自動的にそれでや、はい、私が上にっていう意味ではないですっていうことです。で、これらですね、ニューズやファクトとかですね。こういうキャラクターが有名なんですけど。 そのせいでですね何でもかんでもいけるんじゃないかな何でもかんでもいけちゃんかパーナみたいなです、ね、そういうふうに思っちゃう人が結構いるわけなんですよ。テイみたいなねそういう人がいるんですけどそうじゃないんですそこを覚えておかなきゃいけないなぜかっていうとですねさっきのキャラのせいで,です、ね、こやつら普通出てくるキャラたちに共通点があるってことに気がつかないんですよ。そう知っててててまますすす共通点これ気気づいてる気づいてないいるなですかじゃあ教えてあげますね はい、こいつらがまあ一例ですよこれね同格のざっと取れるやつっていっぱいあるんだけどこうやつらにはある共通点があるんですよ教えてあげましょうかそうこの人たちですね動詞考えてやってくださいこいつらが動詞だった時とかそうするとですねこいつはステイトでね,ねこいつはインフォームよね,ねこいつは thought だから think でしょビリーフはビリーブだよね,ねはい嵐の歌にありますね Agreement は そう、アグリーですね。アウェアネスは気づくことアウェア気づくですね。こやつらですね。みんな後ろにざっと説を取るんですよ。動詞の時にそこに気づいたかどうか。あただアウェアは形容詞なんで。びアウェアザットですね。気づくっていうね。ざっと説を取るやつです。そう、つまり。 もともと名詞じゃないときにです、ね、動詞だったり形容詞だったときにざっと説を取るキャラクターが基本的には動学のざっとを取るんだっていうふうに覚えてくださいもちろんだから例外はあるわけでさっきのニュースとかファクトとかねそれのせいでそっちが有名だから何でもかんでもざっと説取れるのかなって勘違いしちゃう人がすごく多いんですけど基本は後ろにざっと説を取る動詞だったやつです。っでと思うか言うですね基本的には。 え知らなかったですかでは、ステイトだと言うでしょね。a y だと言うでしょねしてますねメンションだと言うでしょこれはインフォーム人だとですよ。インフォーム人人に何かを言うんですね。インフォーム人だと sv の歌ですね。think だと思うでしょほら ?believe t h と思うですね。suppose だと思うですね。no とか realize とかみんな発言とか思考に関するものですね。ほぼ例外はありません。 そうだから基本的には発言や思考に関係する名詞しか同格の that とは取らないんだと覚えておかなきゃいけないわけですよ。ね、だから agree h ット取れるでしょう、ね。be aware ザット取れるわけですよザット SV。ザット SV 取れるやつらじゃないとダメなんだって基本的には覚えておいてください。だから made the statement t h a メン e would quit Ken はこうだって言った、ね。やめてやるって言ったと。ケやめます

昇進するんだっていうねそういう考えを持ってたんですよここイコールになってるわけで,すわけでしょ,、ね、だってそうでしょ今まで賢かったしかっこよかったしお金持ちだったし、ね、素晴らしい人だったわけであそう今までの動画を見ないと分かんないですけどそうだと思ってたのにえそんなのなんで県が昇進されないえ私が昇進されるんだろうってだからもうね信じられないもうやめてやるで「The company broke the agreement that Ken will be promoted で」で会社はですね合意とか契約ですねそれを破ったって言ってますね でどういう合意だったのかつっ,ったら、はい、同格のざっとでないよって言ってますね。剣が昇進されるってね、剣が昇進しますよっていう、そういうルールがあったと分かんないですよ、ボスが辞めたら、お前は自動的に昇進だとかっていうのがあったのかもしれないですけど、破ったって言ってるわけです。そして、剣はだで、あ、アえェいです。はい、気づきを持ってたのが、県気づいたんですね。He will not be promoted あ俺は昇進できないんだ。そういうことを気づいた。<laughs> ってことに気づいた。まあ、これね、ウッドになってるのも、これ、過去の話だが、過去から見た未来なんで、ね、ウッドになってますね。 これれは昇進されないんだっていいう、ねえー、ことに気がついただからやめてやるっていうふうに言ったわけです研さん。同格のザットを取るやつっていうのはもちろんいっぱいあるんだけれども実は限られた名詞だったっていうねそう何でもかんでもというって日本語で言えるからといって同格のザットを取れるかっつったらそんなことはないんです。ね、間違いなななないいいようにししきゃいけないそして厄介なのが この2つです、ね、まあ英文解釈とかね和訳とかだと重要になってくるところですが見分けなきゃいけない2つの「ZAD」っていうのが出てきたりすることもあるので厄介です。さあこの2つ「I have information that Ken gave Susan a ring」と「I have information that Ken gave Susan」っていうのは違う「ZAD」だって分かりましたそうこれ見分けらんないといけないわけですよ。分かります ここは同じですよね全く同じですけどその後ろが違うわけです。え両方ザッと説持ってる<ん>でもうさっき「えーざっとインフォメーションの後ろは同格のざっと取れる」ってやったけどな<し>でも気づきますよねそうこっちは「あリング」っていうのがいるのに対してこっちは「リング」がいらっしゃらないですねそ,うですそこがポイントですこっちはおわんに酸素を与えるですからスーザンにリングを与えた。 という情報を私は持っ、ていますえー、ケン結婚するのリングをあげるって、スーザンに。で、それに対して下は、I have information that Ken gave Susan というのは、そう、ケン gave Susan O1 はあるけど酸素がないですね。O2 がない、窒息ですよ。O2 がない、なんでないんですか覚えてますね。そう、実はここにあるからだってやりましたね。そう、ここにある O2 の役割してるってことは、こうやつは そう関係代名詞そう関係代名詞の「ZAD」なんですよ関係代名詞の「ZAD」は前の名詞を修飾するです、ね、先行詞を修飾するで元の形先行詞をここに補ってやんなさいって言いましたね。 だから、スーザンその情報を与えたみたいな感じなんで、県がスーザンに与えた情報を私は持ってますっていう意味になりますね。だから違うわけです。だ見分け方は簡単ですね。そう関係代名詞のザットっていうのはそう後ろかけてるところが絶対あるはずですから、前にもやったけど完全な文化、不完全な文化っていうので、ちゃんと見極めることは簡単にできますので、それは楽勝ですね。ただし ここの見極めばっかりにやっぱりね注目してる人が多すぎる。 関係代名詞のザットなのかそれとも同格のザットなのかどっちなんだっていうね完全な文なのか不完全な文なのか後ろそこばっかり注目して四択問題とか読解の問題で出てきたときにそこでよし見抜いたぜイエーイってなってる人が多すぎる同格のザットを取れる名詞がどんなものなのかっていうのに注目しない人があまりに多いんですよだから今回はそっちにみんなちゃんと注目してねというメッセージですそれがわからないと英作文使えないですねこれねそうだから書いたり話したりするためにはちゃんと ど格書くのだったか、どういう名詞を取るのかっていうところまで抑えとかなきゃいけないわけです。で、先ほど言ったように、基本は思うや言うです。 でよく使われるものとして、The Fact とか The News っていうのがあるせいで、あまり目がいかなくなっちゃってる人がいるんで、ね、そこを忘れないでください。まあ、基本的には、ね、その具体的に言う内容があるものじゃないといけないんで、こういうつね、そう言った内容とか思った内容とかっていうものが、基本的にはこの同格の雑踏の後ろには書かれるんですね。はい、そういったことをあまり意識したことなかった人多いと思いますが、ここを注意してです、ね、話したり書いたりするときにも使えるようになってください。そ,うそのためには、具体例を覚えること。ただしここは思う,や言う 山ほどあるから。 丸暗記する必要はありません出てきた時にああこれ思うや言うだしああやっぱざっと説取ってんだなっていうのが分かればいいあ動詞の時ざっと説取ってるやつだって分かればいいそれ以外のが出てきた時にあーへーこいつざっっと取れるんだふーんだふてね覚えういうふうにねルールだったり具体例だったりね、まあ、勉強っていうのは一つではないですからいろんなやり方がありますから、ね、こういったことをやって入試を倒してもらってそして、まあ、書く力とか話す力もつけてってもらえればいいと思います。 よろしくお願いします